こんにちは。教育を裏から伝えていく野板弓道の北岡と申します。本日は11月3日発行の雑誌首都もの、関東特集であります、進化する授業進化する教師というテーマで、そのテーマにこうふさわしい方として、今回田園調布学園中等部高等部の、数学科であり入試広報室長の細野先生にお話を伺うことになりました。細野先生、本日お忙しい中ありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい、こちらこそよろしくお願いします。じゃあ、早速なんですけれども、はい、まあ、その進化する教師というテーマはこちらでちょっと勝手に決めさせていただいた部分はあるんですけれども、はい、まあ、その進化して今までこれまでのこう教育に多分おそらくその何かしらの疑問だったり課題だったり、うん、そういったものを見出して今の状態があるというふうに思っているんですが、はい、何かそのこれまでの教育の弱点といいますか課題点、うんうん、そういったものってどういったことを感じられてましたでしょうか。そうですね、まあ、私は、この学校に新卒で入って今17年目になるんですけども、今までこう私が なんですかね、学生の頃といったら変ですけども、うん、世間一般的にいい授業って言われている授業ってこうなんか先生がこう前でいろいろ話をしてで、生徒たちは静かにこう行よく聞くみたいな、そういうような授業が結構いい授業のもいい学校とかいい授業の、スタイルなのかななんていう勝手な固定概念があったんですけど、なんか私はそれちょっと違うんじゃないかなって思っていて、うん、私自身がこう教科の、まあ、頭が回るというか勉強に身が入る時ってややこうざわざわしている環境だったりとか、友達と少しこう相談し合ったりだとか、そういう中から結構いろいろな発見が出たんで、そういう授業、その浸透している授業よりもこうなんかいろいろ生徒が活動する授業がいいんじゃないかなっていうのは実は新卒の頃からずっと思っていて、まあ、もしかしたらそれが今のアクティブラーニングなんかと少しつながるところはあるのかななんていうふうには思っていました。そうなんですね、ありがとうございます。今回その他のいろんな先生方ともお話をさせていただいているんですけれども、はい、ほとんどが前職を経験されている場合が多く、今回初めてこう教師一本で、あ、そうですね、先生、しかも私この学校しか知らないので、田園調布学園のみしか知らないですね。お会いしてまして、で自分の勝手な印象なんですけれども、はい、やっぱりその学校とか先生っていうのは若干閉鎖的な、うんうんうん、部分もあるのかなっていうのは正直ありまして、はい、例えばそんな中で先生はこう視野が広いのかっていう部分、なるほど、はい、そうですね、実はきっかけになった授業が1個あってですね、12、3年前の、ことなんですけど、まあ、本校って毎年各教科で研究授業をやることになっていて、でまあ、それの、まあ、そういう研究授業って新しい授業へのチャレンジなので、まあ、私は比較的そういうのはチャンスがあればやろうかなっていうふうに思っていたんですね。で、まあ、その年に、まあ、研究授業を担当することになり、どうしようかなって思った時に、なんかこう誰かと一緒にやった方が面白い授業ができるんじゃないかなってその時思いまして、でその当時の師匠に声をかけたんですよ。で一緒に授業をやらないと。でそしたら師匠もその時に、社会や国語と連携した授業は今までもやってきたんだけども、数学と連携したことはないからっていうことで、数学その司書と、まあ、私とで連携した授業というのを、まあ、初めて中等部3年生の確立の授業だったんですけど、こうやったんですね。でそのことがですね、まあ、ちょうどその司書は、まあ、本を書く違う学校の司書と一緒に共同で本を書いていまして、でそういうことでその本にその私数学と図書の図書館との連携授業ということでその本に掲載をされたんです。まあ、私も少し原稿を書いたんですけども、でそのきっかけでまず外部の方と交流する機会をまずもらえたっていうのが一番最初の外の世界と外の学校の取り組みとか、外の方との触れ合いが広がったきっかけの授業だったかなっていうふうに思ってます。それがこの授業なんですけど、まあ、例えばその確率をテーマとしていまして、その時には、センター試験、当時はセンター試験だったんです。センター試験で初めてリスニングが導入された、時だったんですね。ICプレイヤーが入って、はい、
でそれの不具合が1100人に1人あでこれがその新聞の記事をここにちょっとあるんですけども、事前に全検査をしたのに不具合が 0.1% 出たとすればちょっと多い印象 だ今後も機器の不具合をゼロにするのは不可能との前提で対策を講じておくといいっていう記事があって、うんうん、これってどう思うっていうところをちょっと投げかけたりとか、あと誕生日がクラスの中に同じ人がいる確率ってどれぐらいだろうとか、なんかそういうことをこう、まあ、いろんな新聞記事だったり、本をっていうそういう記事あの授業だったんですけど、うんまあ、そこは一つ大きなきっかけになったかなと思ってます。うん、なんかこう日常の出来事と絡めてっていうような感じですね。そうですね。で特にこの授業では、グループワークを取り入れていて、まあ、おそらくこういうことってあまり考えたことがないテーマだったので、3人4人でああでもないこうでもないって自分たちなりの答えを見つけてみてごらんっていうそんな流れでこう アプローチはしたんですけども、それがこう最初のきっかけみたいな。そうですね。でこういう授業をやってみたところ、まあ何ですかね、こうそこからあそういう授業ってあんまり なかったみたいで、あの特に数学と図書館との連携というのは、そこからあの東京理科大の方であの、まあ、授業の達人っていうコンクールがあるんですけど、そういうコンクールの前にその理科大でこういう授業をやったという実践報告をしてほしいとか、そういうお声をいただいて理科大の先生との交流も生まれたりとか、でそのこの後はそういう何か自分の中でうまくいったなっていう、これは手応えがあるなっていう授業をそのコンクールの方に応募したりとかいう、そういうふうにだんだん外の世界とも外の方とも自分の力を試す機会っていうのを設けるようには なってきたかなと思います。なるほど、そうなんですね。なんか学校って結構そのなんかこう新しいことをやるとか、はい、もしそれがすごい一見良いものであっても、うんうん、何かしらこうやっぱいろんな人に許可を得ていかなきゃいけないような印象はやっぱりあるんですけど、機構ではなんかそういったものには結構柔軟な方法になるんですか。そうですね、なんですかね、授業に関してのチャレンジっていうのは結構自由にやらせてもらっていますね。まあ、変な話、このタイミングでこの生徒たちにこういう授業をすることは絶対効果的だって思って僕も信じてやってるので、でこれはなんだろうな、面白いなって思わないと生徒たちにも伝えないじゃないですか。だからそういうとこのタイミングとかを見てこういう授業をやりたいんだっていうふうに、まあ、例えば教科の先生とかに伝えると、まあ、じゃあやってみたらいいんじゃないっていう、そういうところは結構あるので、今でもそれは授業に対するチャレンジっていうのは柔軟にやらせてもらってるんですけど、まあ、そこは昔からあったかなと思います。あ、そうなんですね。分かりました、ありがとうございます。先ほど、17年目とおっしゃられてましたけど、はい、もしかしたら同年代かな。81年生まれです。あ、そうなんですね、はい、82年なんです、ね、あ、じゃあほとんど同い年です、先輩でちょっと思っているのが、なんかちょっと前に、はい、CM で広瀬すずかなんかが、はい、なんか私たちはスマホに接する最初の年代だみたいな CM が確かあったと思うんですね。で、まあ、今 Z 世代とか、うんうん、なんかそういうこともあるじゃないですか。でも逆に私たちって、はい、ファミコンからプレイステーション5まで、はいはい、ポケベルからスマホまで全部経験してますよ、ね。はい、うん、ポケベルは僕は持ってなかったんですけど、でも PHS の時代からですよね、うん、そうですね、はい、だからなんか全部見てきているんで、なんかその過去の、いいところ悪いところも、はい、で今のいいところ悪いところも全部結構その柔軟にできる世代だと勝手に自分では思っているんですよ。でも確かに全て体験はしてますからね、うんうん。なんかそのこう年代によって、はい、先生の年代によってこういったその探究型の授業とか、うんうん、新しい教育の取り組みに対する考え方の違いっていうのは何かあったりしますか。どうですかね、そこは年代はあんまり私は関係ないんじゃないかなと思っていて、やっぱり私感じるのは、そういうふうに新しい教育活動をやっていこうと思った時に、学校その学校にいる職員数にいる教員たちが、まあ、やってみようかっていう空気がなんとなくあると、おそらく年配の先生も若手の先生も
やろうかなっていう雰囲気にはなってくるのかなと思ってます。例えばでいうとコロナで去年か休校になってしまった期間に、何でもいいからまずは生徒たちにこの Google のサービスを使って、動画でもいいです、プリントでもいいです、まずは配信するところから始めましょうっていうところからスタートしていて、でだんだんこう分散登校の時にはじゃあとりあえず Zoom につないで授業はみんなでできるようにしましょうとか、そういうできるところを少しずつこう広げていっていくっていう、そういう形だったので、あんまりそこには年代とはあんまり関係ないんじゃないかなとは思ってますけど、でもやっぱそういったその先生が機構ではこう集まっているっていう印象は正直受けてはいるんですけど、あそうですかね、そういうふうに思っていただけるのは非常に嬉しいんですけどでもそういう授業で自分がこれがいいと思ったことを、まあ私は数学ですけど数学科だけじゃなくて理科とか他の教科でもいろいろチャレンジをしているので、おそらくそのなんか新しいものをやっていこうっていうところの抵抗感っていうのはもしかしたら他の学校さんよりも少ないのかなっていう気はします。わかりました。じゃあ次になんかその実践されている具体的な取り組みなど何かありましたらご紹介いただけますでしょうか。そうですね、もともと本校では、1コマ65分の授業を展開していて、それをですね、ここ2022年度から全国の高校がカリキュラムを変更するタイミングで、我々も今までの教育活動をこう全部見直しをして、どういう教育活動をやっていくかってことを考えたときに、来年度から週1コマ探究の時間をこう授業の平日の授業の中に入れていこうっていうことをやろうと思っています。で、その中で65分の授業を1コマ50分にして週32コマという形で授業を展開していくんですけど、その探究はやはりこう課題解決をしていったり自分で課題を立てたり、でその課題解決の方法をさまざまな場面で、使えるように、そしていろんな世界と世界をつなげ自分とつなげられるようにっていうことをテーマに、探究活動を行っていきたいなっていうふうに思っています。今まで65分だったのを50分に統一するんですか。そうです、来年度から、はい、50分の授業に大きな変更なんです。本当に65分授業っていいところいっぱいあったんですけど、ただこれもですね、去年コロナの中で ICT を我々もいろいろスキルが勝手に身についたというか、いろいろチャレンジしていく中で身についたので、65分でやってたことを ICT をうまく活用することによって50分の授業にもそういうのをうまく組み込めたりとか、逆に65分だとやや使い勝手が悪い場面もなくはなかったんですね。こう時間割変更がややしづらかったりとか、そういうところを50分にすることで柔軟に授業を時間割を組むことができるので、逆にこういう双方向型の授業っていうのはよりやりやすくなるんじゃないかなというふうには思っています。そうなんですね、分かりました。なんかこの授業で実際にこうやられている、もう少しこう具体的な何かそうですね、ものでありますでしょうか。はい、最近ちょっと学校の中で力を入れているのが、その教科と教科をつなぐ教科横断型授業っていうのに力を入れているんです。これ先ほどの探究だったりカリキュラム改定のカリキュラムの変更も、こういった教科横断型授業もさらに進化させたいっていう一つの、大きな柱がありまして、で、これは一つの物事って、実はいろんな教科が関わっているんですけども、生徒は数学で習ったことは数学で習ったこと、理科で習ったことは理科で習ったことっていうふうに結構分けて整理しがちで、なかなかつなげようと、つなげてくれないんです。で、これ多分私も実際そうだったんですけど、でそれなんでかなって考えた時に、そういう体験、教科と教科をつなぐ体験を生徒たちがしてないからじゃないかなって、我々は思って、で、4年ぐらい前からじゃあそういう授業を、カリキュラムシラバスとかの中に組み込んで教科と教科をつなぐ授業を生徒たちが体験すれば、例えば違う場面で新しいことを学んだ時にも、あこれ理科とつながってるかもしれないなとか、音楽とつながってるかもしれないななんていうふうに、そういう視野が広がったり考え方が深まっていくんじゃないかなって思い、そういう授業を、4年前から力を入れてやってるんですけど、その中の授業をちょっとじゃあいくつかご紹介しようかなと思ってます。で、例えばこれは中等部1年生でやっている授業なんですが、美術芸術教科との横断授業でして、ですね、物がありまして、よいしょ、
これ皆さん遊んだことありますかね。これデザインっていうやつなんですけど、これがですね、まあ、綺麗な模様が描けるおもちゃなんですけども、このデザイン定規は、歯車の数によの、まあ、数が模様に関係してまして、まあ、数学の おもちゃなんですよ、うん、で数式を立てることによってこの模様がどんな模様になるかっていうのを書く前からイメージができる、うん、そういうものをまず数学で謎解きをして、でせっかく綺麗な模様が事前書く前から綺麗な模様どんな模様が書けるかが分かり、綺麗な模様が書けるので、じゃあその模様を使って違うものに見立ててみようっていうふうな、こう想像力を磨く授業っていうのを今中等部1年生全学年でやってるんですけども、うん、まあ、こういう授業なんかはこんなふうな日常的なおもちゃの中に数学が隠れていて、その知識を使うことによって、自分の、なんかこう美術というか想像力っていうのを膨らませ、表現力っていうのを伸ばすことができるんだななんていうふうに、まあ、半分遊び半分学びみたいな、うん、そういう授業になってるんですけど、うん、まあ、こういうのも、まず中等部1年生で行ってます。であとは去年そのコロナ禍で、音楽の授業が合唱ができなくなっちゃったんですね、うん、歌を歌うことができない、うん、でそういうタイミングで以前からちょっと音楽の先生と雑談で話していたのが、モーツァルトが作曲遊びをしていたと、サイコロを使った作曲遊びをしていて、サイコロを振った出た目で、パートその譜面が決まり、でサイコロを何回か振って、こんな曲ができたねって言って遊んでたっていう文献があるんですよ。でじゃあそれを、音楽の授業で作曲活動、クロームブックを使って作曲活動をやると、コロナ禍でもできる授業 でなおかつ、そのできた曲を数学的に考察してみようと、どんな目が出る確率が多いかなとか、こういうふうなパートになるのはどういう確率でできるかなとかいうふうに数学的にその曲を考察してみるなんていう授業を昨年、の2月かな、昨年というか今年の2月ですね、2021年の2月頃、中3の授業でやったりとか、あとはですね、これは今は高3でやってるんですけども、カプラブロックってご存知ですかね。あの、積み木なんですけど、よいしょ、こういうやつなんですね。全部同じ大きさの積み木なんですけど、はい、この、積み木をですね、これは理科のとの横断、物理との横断授業なんですけど、こういうふうにちょっとずつこうずらしていくと、うんうん、で崩れないようにちょっとずつずらしていったときにどれぐらい横にずらせるかなとかっていうのを考える授業、これを、やりました。で最初は生徒たちに本当にもうこれを、20とか30とか各グループに与えて、いろいろ積み木をして、ちょっとバタッバタって倒れちゃったり、中にはこう本当にちょっとずつしか積まないで、なかなか距離が伸びなかったりとか、この距離をね、なるべく長くしたいねっていう、そういうテーマでやったんですけど、そういうことをやったりして、これはその物理の重心、そしてその、この、の考え方を使うと、どうやって積めば倒れないかっていうことが、理科の知識から見えてくると。でじゃあこの幅長さですね、ずれた長さを計算するにはどうしたらいいのって数式を見てみると、ここは今数学3っていう単元で習う積分の考え方が出てくるんですけど、積分の考え方を使うとこの長さが、計算できると。でこれ理論上はですね、このまず積み木は無限に積めるんですよ。何個でも積めるんです、理論上。そしてこの長さは理論上はですね、無限になるんですね、倒れずに無限の長さまで積み木を積むことができるっていうことが、数学を使って証明できる、見つけることができる、こういうふうに教科と教科をつなぐ授業っていうのを、私もできる中で、考えてやっていこうかなっていうのが今、やってる自分の授業でのチャレンジになります。そうなんですね。で今これをですね、嬉しいのはこういう授業をやってみようってやった時に、私よりも後輩の若手の教員とかもいるんですけど、彼とか彼女らが、じゃあ私たちも、こういう授業をやりますみたいな感じで、つないでってくれてる、むしろ、さらに良くしてってくれてるっていうのがすごい良くて、私の落としどころっていうかゴールはこういうふうな形で授業を展開したけど、今度やるときはじゃあ
違う教員がやるときは落としどころはテーマは同じだけど落としどころはここにしようかなとか、こういうことを生徒に伝えたいねっていうことで、あのなんかアプローチを最後のゴールが変わってもアプローチが同じような題材でやってるっていうのが、あのなんか頼もしいなというか、あの学校としてそういう授業をやってる学校になってきたなっていうふうに感じているところですね。うん、そうなんですね。なんか自分結構文系人間で数学が苦手だったのが、なんか結局その教科書とかに出てくる問題って、はい、やはりその A 君が家を何時何分に出発しましたと、はいはい、で分速何メートルで歩いて、うん、で後から弟が分速何メートルでみたいな、うん、いや一緒に出ろよって思うわけです。本当にわけのわからない設定はいっぱいありますよね。特に算数の問題なんか私も作文に携わることもあるんですけど、池の周りをそんなぐる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 回ることなんてないのにっていうふうにそれを最初思っちゃって結構嫌になっちゃった部分あったんです。でもやっぱこういう授業その子供の時に受けてたらもっと違っていたなって思いますし、うん、で特に数学なんてもう身の回りのもの全部突き詰めちゃえば数学じゃないですか。あ、そうなんですよね。そうただ見えづらいんですよね、うんうん、結局、まあ、確かにその物理とか科学とかもありますけど、うんうん、それも結局最終的になんか数字になるじゃないですか、はいはい、うん、だから数学ってすごい他の科目とのこう相性がいいように思うんですけど、うんうんうん、例えばその教科横断型の授業って、はい、成績評価とかは どうなるんですか。まあ変な話、その単元をやっていて例えば確率の授業をやっていてその中で教科横断型授業を1回入るみたいな感じなんですよ、うんうん、だからまあ確率の学びを深めていくっていうことなので、その授業で何か評価をするとかそういうことはないですね。ただそこの授業の中で視野を広げていってもらいたいとか、学びを深めていってもらいたいっていうそういう狙いが一番大きな理由ですね。ああ、そうなんですね。それと他の教科の先生とのコミュニケーションも結構増える、はい、そうなんです。それはね、大事なんですよ、うん、すごい大事で、変な話この横断授業ってよしやるぞって言ってできるもんじゃなくって、うん、なんかその雑談の中でこういうそういえばこういうことがあるんだけど数学って関係あるのとかそういうところから実はスタートしてったのが教科横断授業の始まりなんですよね。だから音楽の授業なんてまさにそんな感じで、うん、3年ぐらい前にまずこんなのがあるんだけどどうって音楽の先生が振ってきたんですよ。でなんか読んだんですけどなんか全然授業のイメージがつかめなくて、文献も浅かったんでつかめなかったんですけど、なんか次の年もそういえばさとかいう話でまた出て、でちょっと新しい文献が出てきたりとか本が出てきたりとかでっていうので、なんか3年ぐらいやっていく中でちゃんとこう譜面楽譜が見つかったんですよね、はいはい、でそれであこれだったら授業できそうだねっていうところでこうスタートしていったんで、もうだからこの音楽との横断授業は3年がかりって感じですね。それと例えば、はい、定期試験ってそれに応じて何か変わってきたこととかってありますか。はいはい、定期試験でも最後の問題などでは思考力型の問題を出すようにはしています、うん、まあそうですね、全部が全部そういうものにしてしまうと基礎学力の定着とかも図れないので、ですけどその今回学んだ学びを使って見ることのできる、問題っていうのを最後には入れて、それは結構今数学科の中でストックしていて、うん、この学年この単元でこういう問題出したよねとかいうことをこうちょっと貯めてみんなで共有できるようにはしていますね、うん、そうなんですね。そういった日常で起きていることが数式にできるっていう面白さ、それはなんかこう学生時代に経験したかったなっていうちょっとした後悔はあります。ああ、でも多分私自身がじゃあそういう授業を体験してたかっていうと別にそういうわけではなく、うん、多分私あんまり学校の授業聞いてなかった類の人だったんで、何ですかね、別に何かに感がきっかけでっていうのは多分ないと思うんですけど、なんか面白いなって思ったことはって伝えたくなっちゃうじゃないですか、うん、で、あこんなとこに数学があるんだって思った時見つけた時に
どうやって伝えたら、でも普通に、なんかこう伝え方も、なんですかね、のべっと伝えるとつまらなく伝わるし、同じことでもこうなんかこうアプローチを考えると生徒があの心が動くというか、あ、面白いなって思ってもらえる生徒が増えてくるっていう、そういうのはあるので、そういう授業を考えるのは多分比較的好きな方なんですよね。もともとうちは女子校で、入学した生徒たちを見るとそんなにじゃあ算数が好きで入学してくるかっていうと、まあどちらかというとちょっと苦手とかいうふうにして入学してくる生徒が多いので、そういう生徒たちを数学とか理科とかの世界の面白さに気づかせるには、まあできるっていう実体験ももちろんそうなんですけど、面白いって思ってもらえるかどうかかなって思うんで、やっぱそういう授業をたまにこう定期的にこう入れていくと、生徒たちにこうこっちを向いてもらう、数学を向いてもらうきっかけにはなるかなとは思ってますね。わかりました、ありがとうございます。田園調布っていう土地、はいはい、特殊じゃないですか、独特じゃないですか。まあ名前はすごい有名な地名ですね、うん、はい。なんかこう生徒様の特徴、ここならではの特徴とか、なんかそういったものってあったりはしますか。なんか土地ならではの特徴っていうとあんまりないと思うんですけど、うん、あのただこの田園調布って多摩川がすぐ近くにあって、うん、東京からも横浜、神奈川県からも、まあ、非常に通いやすいエリアなんですよね、うん、だから、まあ、東京の生徒だけではなくって、まあ、半分以上ですね、6割弱神奈川が来ていますから、まあ、そういう意味ではいろんな生徒たちが集まりやすい場所、最近は副都心線もつながったので、うん、埼玉から進学してくる生徒もいるような状況ですね。あとは今帰国生入試もやっていて、10名ぐらい帰国生が各学にいますので、うん、本当にそういう意味ではいろんな地域に住んでいる生徒たちが集まっている学校です。だから学校名だけ見るとお嬢様のようなイメージを持たれる方もいるんですけど、うん、本当に至って普通の子が多く、うん、まあ、なんか自分の家のようにリラックスして学校では生活してるかなと思います。そうなんですね。なるほど。あとはそうですね、生徒の特徴とすると素直な子が多いと思いますね、うん、だからこういう授業をやった時に素直にこう受け止めてくれる生徒たちが多いので、うん、そういう意味ではやりがいがあるというか、うん、考えがいがあるかなとは思ってます、うん、そうですね、分かりました、ありがとうございます。なんかこう、こういった新しい取り組みをしていくにあたって、はい、なんかこう今まで出てこなかったような生徒が出来上がったっていうなんか例ってあったりしますでしょうか。まあ、教科横断授業をやりだしたのは本当に最近なので、まだ卒業生でこれがきっかけでどうこうっていうのは、まあ、あんまり正直僕の耳には入っていないんですけど、あの実は私がそのさっき一番最初にお話ししたきっかけになった授業を行った、そのは私が中3の時に担任をしてた学年だったんですけど、その学年でを卒業で、まあ、うちを高校を卒業した卒業生が今あの数学の先生を一人やってる教員がいるんで、あの卒業生がいるんですけど、彼女とこの間会った時に、やっぱこういうただ単に教科書を教えるだけじゃなくって、なんかちょっと工夫したというかアプローチを変えて文化祭をテーマにしたこういう授業をやってみようかとかいう、その授業の相談に乗ったことがあった時にあったんですね。だからやっぱそういうのを聞いてると、あ、もしかしたらああいう授業をやったことが彼女の中で授業の幅を広げたきっかけにはなったのかななんていうふうには思っているので、それは一つ、まあ、私としては嬉しかったことですかね。先ほどやっぱりこう女の子って、はい、数学、今理系、うんうんうん、理系女とか今最近は出てきてますけど、はい、やっぱり数学が不得意な子っていうのは多いとされているじゃないですか、うんうんうん、されてますね、はい、だけどもやっぱそういったいろんなこう授業を工夫して興味を持ってもらうと、やっぱこの先いろいろ変わってくる部分もあるんじゃないかなって思うんですけれど、でもその辺で実際どうなんですか。なんか聞くのが心理学的なやつで、教える側が女の子って苦手だって思い込んでたらそうなっちゃうみたいな、あ、なるほどね、はいはい、いうのをなんかで読んだことあるんですけど、どうなんですか。それに関して言うと、まあ、私は
あの女の子の方が向いてるんじゃないかなって思う時もたくさんあるんで、うん、その理科や数学の研究者とかに向いては、だから全くそういうことはね思ってないんですよね、うん、でおそらくうちの教職員、まあ、特に理科や数学の教員なんかは女の子だからできないっていう感覚は全くないですね、うん、いやでも、まあ、苦手な子が入学してくるなっていうそういう感覚は持ってますね、うんうん、だからその苦手意識のリセットをしつつ、やっぱり授業の中で興味関心も伸ばしていく、多分その二段構えがうちの、まあ、うちは理系に進学する生徒が 45% ぐらいいるんですけど、そういうところにもつながってくるのかな。でこれはやっぱり男の子がいない環境でやるっていう、女子校だからこそできる、まあ、理科や数学の授業のアプローチじゃないかなっていうふうには思ってますね。そうなんですね、わかりました、ありがとうございます。じゃあ、最後に、はい、こう先生の中でのこう教育の軸、あと、はい、まあ、一番大切にしていること、うんうん、あと今後この先こういろいろ変わってくる、ね、あの社会とか世界において、うん、こう今後どういうふうになんか展望などもしもありましたらお話しいただけたらと思うんですけども、今までやってきた自分の授業を振り返ってみると、別に数学的に難しい内容ではないんですよ。ただ、やっぱりこんなところに数学があるんだとか、こういうところに数学が隠れているんだっていうものを、こう机上の空論だけじゃなくって、目の前にあるものを使って深めていくって気づかせるっていう授業を、まあ、私は結構意識してやってるなって思いました。さっきのデザイン定規もそうですし、カプラブロックもそうなんですけど、だからそういう授業って目の前の現象を数学で解明するっていうところが、おそらく生徒たちにも今うちの生徒たちには響いているんだと思いますし、そういう中で興味関心を伸ばせていっていけてるかなと思ってますから、やっぱり日常の中に隠れているものをどう生徒たちに伝えていくか、そこの中で興味を生徒たちが持ってくれると嬉しいな、そういう授業を今後もやっていきたいなとは思っています。やっぱ目標としては、こういうアイデアを私もそうですけど、いろんな先生が最近出すようになってきてくれて、学校の中で出してくれるようになってるので、やっぱり田園調布学園に来たらこういう数学の授業が受けられるとか、理科の授業が受けられるとか、そういう学校にしていきたいなと思っているんで、うん、この人じゃなきゃできない授業じゃなくって、この学校だからできる授業っていうものが今形が整いつつあるんですよね。だからそういうことをしっかりと、まあ、私の年代もそうですし、私より若い年代の先生とか、もちろん年配の先生方とか、みんなで一緒に取り組んでいって、こうなんですかね、チームとして、あの生徒が楽しむっていうか興味関心を刺激する、そういった授業をやっていきたいなって思ってます。で今それがだいぶできてきてるので、あのぜひ期待してほしいなと思ってます。そうですね、わかりました、ありがとうございます。やっぱり結構その進学校とかこう勉強に力を入れている学校って、うん、やはりその数学のスペシャリストがいるとか、うん、英語のスペシャリストがいるとか、なんかやっぱそういうのは確かにいいなって思いますけれども、そういう人たちがチーム組んで連携していったら、もっとさらにすごいことが起こるんじゃないかなっていうふうに、うんうん、そうですね、だから本当に生徒たちにもいろんな人と対話をして、いいとことか、を見つけながら、共同していこうなんてことをよく言ってるので、うん、まあ、我々もそこはやっぱあの体現していかなきゃいけないかなと思ってます。はい、ありがとうございます。じゃあ、まあこのような感じで、今回あの細野先生にお話を伺いました。今回のこの動画が偏差値だけとか合格実績だけとか、そういったもの以外で学校を選ぶ一つのいいきっかけになればいいかなというふうに思います。細野先生、本日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。